受けたまー受けたまー旅の行事は一個の方にて揃えや。ヤバトの国大峰山にて修行する修験者にて揃う。本日当山にご来山の向き受けたまわりんも。本日当山において世界平和国家安穏信徒安全交通安全諸願成就を祈る斎藤大御幕が厳守されると受けたまわり、はるばる水産つかまつり候何とぞ同業同列に加えられんことを頼み申す。お末ごもっともなれど、近頃は巷にしばしば偽山氏が横行すると承るにより、よって当山の掟として山伏の掟一通りお尋ね申す。今日は山伏の習い心得あるやいかん。資源一通りわきまえ申す。何なりとお尋ねくだされ。ならばお尋ね申す。そもそも山伏とはいかん。山伏とは山に伏し野に伏し修行し無名煩悩の敵を合伏する儀にして、山とは三神即一の儀、伏しとは無名発祥不二の儀なり。からば修験とはいかん。修とは修行修学、剣とは本能本学の兼業にして、すなわち新山幽谷に入り苦修練行を積み自身の本心を収め即身即仏の剣毒を表す道にして候。からば修験の解散は何様なれや。自然の解散は縁の行者人弁大菩薩なり。ならば修験道のご本尊はいかん。修験道のご本尊は真羅万象皆本尊というべきも、総じては金体両部の曼荼羅、べしては大日如来橋梁隣人たる大憤怒尊、大日大将有道明本尊と拝し立て祭り候。ならば不動明のご本勢はいかん。不動明のご本勢は大時代日の座を動かす火炎の中にありて、一切在庫を焼き滅ぼし衆生をことごとく救わんとする大人力の姿なり。ならばその頭にいただくと金とはいかん。頭にいただくと金とは大日五地の宝冠にして、十二の下は十二因縁を表し、頭八角にかぶるは大日大将有道明八王蓮華を表すなり。からはその首にかけたる結下駄とはいかん。九条下駄にして九回一女を表し、ケチ縁して十回一女となす。山の字は三個を表し、六つの梵天は六から三つを表して候。力はその身につけたる鈴掛けとはいかん。鈴掛けとは入部修行の衣にして、山にいる際鈴をかけるがゆえに鈴掛けと申す。上九つの布は金剛か幾重を表し、下八つの布は大蔵界八王を表すなり。からばその手に振られる尺状とはいかん。先端の五輪は五体を表し、六つの六道輪廻を表すなり。いにしえの行者は尺状を御神用としてもしたるも、今の行者は財庫を払う際尺尺と鳴らすがゆえに尺状と名付けたり。からばその腰に吊るせる虎とはいかん。虎とは四宿にして大法輪なり、
資源道随一の強化主上たる宝具なり。たらば三名も三、本日当山において施行される斎藤大馬区法要とはいかなるものにて相撲ごまとはそれ悪の儀にして大日大将有働明王の火炎をもって一切細工を焼き滅ぼし、国家安穏世界平和安全諸願成就を祈る資源道随一の大祈願応用なり。先ほどよりの答えいちいちごもっともなり、真の山伏とお見受けいたす。よって入山差し許す。どうぞおとらえ召されよ。これはかたじけない、しからばごめん。Thank you.